はい、やってきました。はい、後ろに観光客います。はい、ではちょっと行きます。はい、アラブ人侵入以前のこちら栄えた港、はい、ペルセポリス。ペルセポリス紀元前512年、はい、アケネス朝ペルシャの時代、はい、卑弥呼より以前、そうですね、の遺跡に今来ておりますね。太古の昔ですね、まさに。シーラスから約1時間ほどで来れるここペルセポリス、はい、今回はちょっとこの辺を探検していきたいと思います。おうおう、じゃあ行ってきます。はい、えいえい、おう。エスファハーンの次に私たちが訪れたのはペルシア人の都ペルセポリスです。イラン南部の都市シーラーズから1時間バスに乗り、降り立てばそこはイスラム圏とは別世界。乾いた大地の上に壮大な都の跡が一面に広がっていました。門ですか、門。イスラム教によって偶像崇拝を嫌う民人によって顔が破壊された、そうです。こちらはクセルクステス門。その大きさゆえ中へ入った途端圧迫感を感じました。こちらがかなり有名な墓です。墓ですか。1967年11月5日に作った墓です。140年前です。正確にね、お墓の名前で言うとアルタクセルクセス2世、2世のお墓だそうです。なるほど。アバダーナ、越境の間です。当時はレバノン杉を使った屋根が36本の柱によって支えられていたといいます。2500年経った今でも12本の柱は原型をとどめ、真っ青な空と時間の流れに呼応するようにそびえ立っていました。こちらはダレイオス1世の宮殿です。綺麗に残ったその全体像がエジプトからインダスに及ぶ大帝国を築いた彼の偉大さを現代に語っているようでした。百中の間、かつては100本の柱を有したというペルセポリス最大の広間、住居はおろかノコギリや定規さえ存在しない時代にどのようにしてこのような建築物を作ることができたのか、ただただ感嘆するばかりでした。イランイコールイスラム教の国、私たちが幕と抱いていたイメージはそれが全てでした。しかしその文化歴史に触れていくうちに、この国の良さ素晴らしさを発見することができた気がします。ペルシャ文明の跡地にアザーンが鳴り響く。アラブ侵略です。歴史の彗星を感じますね。